with just days to go before 6月4日の天安門事件から22年となるまであと数日、事件の犠牲者たちの遺族が悲しみの声をあらわにする時期が今年もまたやってきました。犠牲者について認めるよう20年余りにわたって中国政府に対し訴えてきたグループ天安門の母たちは、当局が遺族への賠償金についてほのめかしたとした上で、武力弾圧に対する謝罪も公的説明もないと指摘しました。事件で息子を亡くし、グループを創設したテイ・シリンさんはネット上に書面を掲載し、事件の犠牲者の遺族が2月以降2度にわたって公安関係者から賠償金について接触を受けたことを明らかにしました。アメリカを拠点とする擁護団体中国の人権を通し、計127人の母親たちの署名付きで掲載された文書によると、接触してきた人たちは真実の公表や司法捜査、各犠牲者たちについての説明といった点については触れず、単に支払い金額についてのみ尋ねてきたということです。アラブ諸国でこのところ見られるような民衆蜂起が1989年の民主化運動と同様の動きにつながるのではと中国政府が恐れていることも指摘しています。さらに中国の人権状況については当局があらゆる抗議活動を混乱と位置づけ、自由と民主主義を求める行為に対処することなく天安門以来最悪だと非難しています。それでも天安門の母たちは政府が不安定化を懸念する時期に遺族との個別の話し合いを実施したことに驚いています。一方、香港では犠牲者たちを追悼するために香港城市大学の学生20人ほどがキャンパスでハンストを実施、大学当局は学生たちの言論の自由を認めるとした上で健康のことも考えるよう促しています。